村外れの小屋後日だ小屋がなくなってから数日後じいちゃんの友人 A と共通の友人 B とで集まった時に B が「C から聞いたんじゃが何でも夜中に梅の霊が C の家の戸を叩きおるらしいで」と話した。 家に帰りそのことを父に伝えると人は死んだら戻ってくるでな何四十九日が過ぎれば無事成仏するで気にすることはねでもなして C の家に戻るのね自分の家に戻りゃいいのに梅さんは少し変わっていたでな帰る家を間違えてるだけだで あっさり言ったのでじいちゃんは何だ当たり前のことなのかと思ったところがそうではなかったどうも C の親がくじ引きか何かで梅がいた小屋を燃やす役目になってしまいそれが梅の恨みを買ってしまったらしいのだそれは近所の大人たちが C の家に、またいぶしがやってきちゃったらしい。小屋を燃やしたもんで、恨みを買うたんじゃろう、と、話をしたのを聞いたからだ。この、いぶしまあ、聞いたことのない言葉だったんで、忘れてしまったらしいんだけど。この村だけのいわゆる隠語というやつで、おそらくは、幽霊の意味ではないかと。 っっちゃんは言った。大人たちは「梅の霊のことは村民以外には話すな話すと霊がその人の前にやってくる」というのでそれを恐れた子供たちは誰一人として話さなかったまた大人たちは隠語を使うことによりうっかり他の場所で喋っても。 村の一部が他人に漏れずに住むとにかくそこの村民は自分の村を守ることに必死だったらしい夜な夜なやってくる梅の霊に C の家族は好かれてしまったのかわしらんも眠れんで困っとる家を出るしかなかろうかとじいちゃんの家に相談にやってきたじいちゃんの父は しばらく家を捨てるしかあるまえ最悪あの家は一度バラしなすって作り直しゃええその間はうちに住みなさいこうして C の家族はじいちゃんの家に同居することになった早速自分の部屋でじいちゃんは C にこう聞いたなな C は梅のお化けを見たんか 見とらんただ家のドアを叩く音が毎晩するんじゃ風とかじゃなかろうか知らん最近は耳に布切り押し込んで寝てまで音は聞こえんが一晩中電気がつけっぱなしなもんで全然眠れんわおい今日のいぶしよけは済みなすったが 父が母いぶしよけとはいわゆる魔よけの一種で玄関の軒先にスルメや餅や果実などをぶら下げておくのだこの村では人が死ぬと毎度行う儀式だった朝になると吊るしておいた食い物がなくなっとるんじゃと C は言うがいや 猿に持ってかれたんじゃろうて、と、じいちゃんは否定した。それでもじいちゃんは不安だった。シーの家族がうちに来たことで、梅も家にやってくるんじゃなかろうかと、嫌な予感があった。そして夜、じいちゃんの隣では、シーがぐっすりと寝ている。耳から詰めた布が、 はみ出しているのがおかしかった北の階ではガヤガヤと大人たちの声がするしばらく天井をぼーっと見ているとどんどんどんと太鼓のような音が響いた同時に大人たちの声も一瞬ピタリとやんだ じいちゃんの予感は的中した梅がうちの玄関を叩いているのだじいちゃんはそう思うと恐ろしくなりゆさゆさとシーを揺り起こした「あなん何ね」と寝ぼけるシーに事情を説明共に震えながら大人たちのいる1階に降りていく大人たちは 細々と何かをしゃべっている。じいちゃんが怯えながら「なあ夫と?」言うと「気にすることはねえでさっさと寝なっせ」またガヤガヤと大人たちは別に気にすることなく普通にビールを飲み始めた次の朝シーと一緒に玄関を出ると けの食い物がなくなっていたな俺の言う通りじゃろと C が言うそのことを親に聞くがあれは朝一にしまい込むと答えられるだけだったそしてそれはしばらくの間続いたがドアをノックする音がしなくなるとああ 四十九日が終わったんだなと思ったその村では四十九日が過ぎるまで墓を作らなかった遺体は火葬か土葬しておき四十九日が来るまでは魂を遊ばせておくそうだ村の外れには集合墓があり村人はここに埋められ 墓が作られる。しかし梅の墓は別の場所に作られることになったご先祖様の墓とはキチガイの墓を一緒にするのは申し訳ないという理由だそうだ死んでもなお村人として扱われない梅にじいちゃんは少し同情したが怒られるのが怖いので。 口にすることはしなかったそうだそして梅の墓は河原に作られた墓といっても一二本の縦長の板でできた簡易なものでさらにその周りには囲いも何もなくただポツンと立っていたそうだしかも川のすぐそばに建てられているためちょっと ちょっと強い雨が降ると増水した川に流されてしまう実際梅の墓は1ヶ月もしないうちに流されてしまった流されるということは人に忘れられてしまうまさに水に流すのである流されてしまっては仕方がない俺たちは悪くないそんな 自分勝手な不可抗力という名の殺人や非度がその村では当たり前に行われていたらしい身内がそばにいないというだけで人一人が村ぐるみで消されてしまう恐怖そしてそれを当たり前と思う大人たちにじいちゃんは恐怖した自分も大人たちの機嫌を損ねたら 何されるかかわらんと、だからその村では大人が絶対でありいわゆる不良と呼ばれる子供もいなく子供は大人たちの従順者であった村落という閉鎖的な場所で独自的な文化を持つというのは恐ろしいことでそこでの常識は常に非常識だった。 あのまま村で大人になったら洗脳されてあの大人たちと同じになっていただろうだからお前はたくさん友人を作っていろんな人の意見に耳を傾けて常に自分の行動に間違いがないか疑問を持てと死んだじいちゃんは語ってくれた